それでは本日第10試合に出場しましたアリシェル・カルメノフ選手のインタビューとなります。お疲れ様でした。今日のちょっと試合が短くてかったですけど、今日の試合の感想を教えてください。Я чувствую себя отлично. Хотелось бы было провести полный три раунда, но, к сожалению, так случилось. Прошу прощения у Кан Накамуры. 自分はとてもいい形も整ってるし、ちゃんと最後の3ラウンドの最後まで今日やりたかったんですけど、それができなくて申し訳ない気持ちでいるんですが、それはもちろん相手のね、中村寛選手に関してもちょっと悔しい気持ちが残っているので申し訳ないです。試合中に相手の選手が肩外れてしまうアクシデントがあって、あとローブローもありましたけど、その待ってる間ってどういう気持ちだったでしょうか。Ну, я себя чувствую отлично, но я думаю, я не попал пах, не попал пах. Не знаю. もちろんこれ試合なので、こういうことも仕方ないという、ね、相手の選手も、ね、言ってくれたので、仕方ないので、またお互いのリベンジになるというのは分かるんですけど、お互い相手の選手も含めて心残りというか悔しいですね、はい。また日本に来て再戦をしたいですか。Да, конечно, я бы хотел с ним провести рематч в следующий раз, когда меня позовут. Мы обязательно проведем этот бой. もちろん、今日まだ終わってないんですけど、今すぐでもその再試合がねできる形になったら、日本にね来させてください。その時は、見どころもあるし。今日ちょっとできなかったことはその時にやらせてください。よろしくお願いします。今回日本が初めてだったと思うんですけど、日本に来ての感想を教えてください。Я уже в Японии 8 раз 8 раз был. Это мой такой первый большой бой на рингeHarosham organization. ですね、日本に来るのは、8回目なんですが、こういう、ライズという素晴らしい、なんですかね、はい、彼は、極真会空手の選手なので、日本は極真のメッカなので、何回も来ているので、ただライズに、来られたのは初めてなので、一番大きいステージになりました今日。はい、ありがとうございます。あと、今日対戦した中村選手ですけど、ちょっとその試合時間は短かったですけど、戦ってみてどういう印象だったでしょうか。の中村さん、ジズダイポニ、彼はスターですね。一言で言いますと、日本ではスターです。Теперь новая звезда. Не знаю, хорошо. Уважение к нему, Накамуре. 彼に対しても尊敬しかないですよね。なので、繰り返しになるんですけど、その悔しい気持ちがそれこそ残ってるんですよね。はい。はい、ありがとうございます。他ございますでしょうか。大丈夫ですか。はい。ありがとうございます。そしたら最後に今日応援してくれたファンの皆様にメッセージをください。
Всем спасибо большое. Теперь у меня появилось много фанатов с Японии. Надеюсь, в следующий раз я порадую их. まあ、あのライズで初めて、リンクに上がって、まあ、新しいファンもできたのではないか、なのでそのファンを喜ばせるように、頑張りたいと思いますので、本日、応援してくれた皆様に、ありがとうございました。感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では以上でアリシェル選手のインタビュー終了となります。ありがとうございました。